ルコと銀河流。天然記念惑星である地球が隣の銀河からやってきたアスタロトの一団と交戦状態に入り、1週間が経ちました。地球ってどこかしら？ジェシカ、この前勉強しただろ。依然として現地では抵抗運動が続いているようです。ワンさんにインタビューです。この星はスマホが安いですわ。ジェシカ、僕も地球のスマホを手に入れたよ。まあ見せて。出会い系アプリも充実しているね。地球人は出会いたがりね。結婚して。もちろんさ。 See you next Sunday。はあ、結婚、私結婚できるのかしら。これ美味しいでしょ。最初は無料でいいわよ。お金は払う。アルバイトしてた。あら、どこで？おでん屋さん。今はもうないけど。そう、よかったらうちで働く？こ、いや騙されるなよ。こいつんとこ時給クソ安いぞ。私特に何もできない。おでん屋さんでは何してたの？給仕。できんじゃん。桜子ちゃんはファミレスでアルバイトしてた時、お客様にケリを入れてたものね。向いてねえんだよな。練習してみましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。コーヒーいかがですか？コーヒーいかがですか？はじめは無料です。はじめは無料です。次回からは3900円です。それやめろ。ガールズバーじゃねえんだから。ガールズバーじゃねえんだから。それは言わなくていいんだよ。いかがわしい店。いいえ、クラシックの流れる名店よ。楽器？そう、ピアノっていうの。ピアノ、誰が弾くの？いつか弾いてくれると信じてるわ。いらっしゃいませ。コーヒーいかがですか？コーヒーとおでんいかがですか？いつか引いてくれると信じてるわ。生きてた。よかった。チラシはまだ取ってある。エル、石はどこだ？どうしたのエル？エル、石をよこせ。エルはそんなこと言わない。アクア、まさかとは思うが、貴様裏切ったわけではないだろうな。アクア様は裏切りなどしてないです。引き続き石を探してるです。そうですよね、アクア様。エル様は一度船に戻ったです。しかしそこで何かが行われ、戻ってきたエル様は少しおかしくなってしまったです。ハクア様が捕らえられたと聞き、アスタロト様はそれを救うため多くの使者を送り込んでいます。ですが呼びかけにも応じず、ハクア様の裏切りではないかと噂されています。ハクア様、本当はどっちですか？言ったら嘘になる。わかりました。自分はハクア様を信じるです。代わりに一つだけお願いがあります。
エル様を正気に戻してあげてください。エル様の暴力的表現は日ごとに増し、部下への辛辣なコメントは週刊誌の見出しにもなるほどです。わかった、よろしくお願いします。よろしく、ごめんなさい、今更だけどあなたの名前は知らない。マルコと銀河流。やばい、遅刻遅刻。おおまちゃん、何してるの？いやな、男の子って何喜ぶんだろうと思って。男の子？調べたんだけど、野球とかな、あとはプラモデルとかな。だから見てるんすけど。もしかして恋？まっちゃんでも恋するの？みんなに SNS で送っておくね。いや、おかんに子供がいてさ、それが男の子だったんすけど、その子何喜ぶかなって。え、お母さんに子供？うん。それってまっちゃんのことも娘だって知ってるの？いや知らん。でもその子はおかんの子供だから、なんかプレゼントしてやりてえなって。嬉しい方がええじゃんさ。わかった、私先行ってるね。プラモの作り方勉強しとく。バイバーイ。うん、後で自分も行くわ。はい、どうも。マルコは来ていない。ルリもです。遅刻多いね。姉さんも来てませんね。 SNS で遊んでる動画なら確認できました。そう、まあいいや。姉さんに代わって今日の定例だけど、新しい生徒会メンバーの身長と体重と特技とスキルとその他もろもろ優秀で、連戦連勝だ。狙いは石だ。しかし渡せば星は滅ぶ。速やかに頭を叩くべきだ。あ、頭はどこに？銀河にいる。遠いな。そこで餌を使う。こいつだ。お、父は私を連れ戻しにやってくる。そこでとどめを刺す。即刻実行すべきだ。今は希望が見えないかな。結論から言うと、この戦力では敗北濃厚。今は足並みも揃っていません。グランド上空に現れた戦団に加え、昨夜から怪しい徘徊者の報告も増加の一途。もたもたしていれば私の星の二の舞になるぞ。私の星には屈強な戦士たちがいた。いずれも力に自信があった。玉座を守る英雄もいた。しかし敵は見たことのない飛び道具を使ってきた。火薬ではない、金属を脇に抱え虹色の光を放射してきた。銃かな。しかも空飛ぶ船に乗ってきた。文明に3週ほど差があったんだね。その時私は悟った。備えたとしても負ける。いかに強い個体がいたところで数で来られたら敗北する。経験者は語るね。歴史を顧みてもあながち間違いではないかと。でも今はごめんね、ほんと足並み揃ってないんだよ。姉さんの SNS から見つけちゃってさ。これ誰？おい、お前何人の部屋でナチュラルに作ってんだよ。テントだとあっちゃんが食ったりするからさ。なんで急にプラモなんだよ。おかんに子供がいてさ。ほう。だからその子にプレゼントしようと思って。じゃあ一個くらい作っとかないとな。うん、これやってみると意外と難しいんすな。宇宙船直す方が簡単かもしれん。
全然プラモみたいにならんのだが。マルコ。うお、びっくりした。相談したいことがあるの。なんすか。何作ってるの。プラモ。あっちゃんが溶接してビームが出るようにしてくれるって。その方が男の子は喜ぶだろうって。男の子、恋でもしてるの。あ、実は定例の時にも感じたのだけれど、この学校日に日に人でない生物が増えている気がする。そうっすか。考えすぎじゃ。うわ、指一本足りねえし。どこ行った。時を同じくして私の仲間が心を奪われた。今は心なき者としてトカゲ石を探している。うわ、関節が外れた。私の一族は心を持たぬ正規品と心を持ってしまった欠陥品に分かれる。心など持たねば何者にも負けたりはしない。父はそれを信じている。できたこれがプラモデルか。かっけえな。名前はっと、何何、鉄の戦士アイアンウォーリア。昼間は警官で夜はパトカーなんだって。なんでだ、気になる。ねえ、窓の外を見て。あ、なんすかあれ。え、異星人？採用してないわよ。そんな真似するはずないわ。この学校はゴールドコードの最後の拠点なのだから。ねえカレン。うん、最新の注意を払ってるから、さ、お腹も空いたし、お昼ご飯にしよ、テラ。ああ。あ、カレンちゃん、宿題やった？うん、やってきたよ。見せて見せて。まあ、ルリちゃん、さっきのカレンちゃんって人なんすけど。あ、しばらく休んでたんだよ、体調の関係で。今はみんなに勉強で追いつきたい一心で頑張ってるんだよ。こんにちは。あ、まっちゃん久しぶり。へえ。え、それ何？プラモで作った銃。え、すごい、かっこいい。はい、ラジオ体操するよ。1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7、8。5、6、7、8。くっそ怪しいな。なぜ日付が頭のやつと暮らしているんだ。その割に馴染んでる。つうか、この学校は人間しかいないはずなんすけど。何があった。急に銀河の人を受け入れている。さすがにおかしいっしょ。むしろ10年前の事件があったから銀河の存在には敏感なはず。みんな当たり前のように暮らしている。妙だな。気づいているのは私たちだけかもしれない。地球人は耐性がないからな。心当たりがあるとすれば。なんすか。いえ、どうした。あなたを前にこんな話をするのは申し訳ないけれど、感情の切り分けはできている。過去に父よりも優れた方法で星を支配したミュータントがいた。その生物は星に忍び込み殺戮するわけでもなく、支配するわけでもなく、ただその星の人たちといい思い出だけを共有していった。そして着実に数を増やし、やがてその星にはミュータントしかいなくなった。愛で星を支配したミュータント、名前をラブ。ラブの始祖は頭部が日めくりカレンダーの形をしているという。謎。父はこのミュータントとの戦いを歴代ベストバウトトップ3に入れている。強敵なのか、そいつらは。力でねじ伏せるわけじゃねえってことっすな。うん、彼らは愛でねじ伏せる。だからこそ気をつけて。対処法は一つだけ。もしラブに騙されそうになったら、その相手との嫌な思い出を探すこと。愛はいい思い出だけを支え合いてくる。本物には嫌な思い出がある。嫌な思い出を添えてあげて。
私は得意だよ。嫌な思い出があるからこそ自分は存在しているのだと正気を保てる。地獄のような記憶なら山ほどある。はっちゃんのお父さんはどうやって対処したんすか？父には彼らのまやかしは聞かなかった。私はこう解釈した。父に幸せな記憶などないのだと。よし、そうと決まれば行くぞ。私とフリージアは町の東から調査する。行くぞフリージア。オッケー、任せて。おい、何をしている。やめろフリージア、フリージア。正気か、仲間を殺すなど。いや、早速騙されてんじゃん。誰この人。こいつはフリージアだ。私たちの相棒で、青函戦争の際も先陣を切って。あ、誰だ。気をつけてください。マジで私としたことが、これでは一族の名が廃る。人間だけじゃない、私たちの生活にも忍び込んでくる。そして私たちにとって変わる。やがて星は愛で埋め尽くされる。今の自分らにできることは、ミュータントだけを殺すこと。ラブという生物はアスタロトが放ったのではないだろうな。あの人は愛など放てない。この星で気づかない間に増えていたんだと思う。分かった。ミュータント一掃戦によりこの町を守る。プラモだけは渡さねえと。プラモ？いや、なんでもねえっす。集団行動の方が安全。でもそれだとラブの増殖速度に追いつけない。奴らも私たちの存在に気づいているだろう。何かしらの手を打ってくるはずだ。セプテンバーはどう思う？速度に追いつかなくてはならないという点では私も賛成よ。よし、まずは学園正面を私とセプテンバーが突破し。何をする？セプテンバー、セプテンバー、セプテンバーは私たちの仲間だろ。この人心配。うん、戦力外の予感。セプテンバーの墓を作ってやらねば。は、誰だこいつは。ガッちゃん、意外とお留守番すな。待て、私も戦う。まずは気が確かな銀河系の生物と徒党を組まないと。だがそんな奴がいるのか。ナチュラルに入ってこないで。心当たりなら一人。いやー、スネがお寿司になっちゃった。ハマチでエポックだぜ。なんだここは。歯医者。悲鳴しか聞こえてこないぞ。おい、その瓶に触れるな。え？自身の希望する改造に心が持たなかった連中だ。こいつは本当に医者か？よく来たなガキども。で、今日はドイツの改造だ。今日は愛について。はあ？ませてんなクソガキ、語ろうってか。酒を用意しろ。今朝死んだやつをつまみにする。これは屋上でフリージアと呼ばれていたミュータントっす。自分が情けない。へえ、これは伝染生物ラブか。うん。絶滅したと聞いたが、まさか地球に潜んでたとはな。気づくのが遅かった。この星はミュータントと仲良く暮らしてるわけじゃねえ。ミュータントに支配されてんだ。着々とラブに包まれていく。奴らは愛を解いてくる。やがて星には愛しかいなくなる。人はもちろん、生物すべてが消える。愛になる。ガキども、愛ってなんだ。さあ。知らん。考えたこともない。愛なんつうものは進化の過程においては何の意味も持たない。所詮は概念だ。風は見えないけどあるだろ。でも愛は見えない。
果たしてあるのかないのか全問答が続く。こいつらラブの厄介なところは攻撃をしてこないところだ。嫌がらせをしてくるわけでもない、悲しませてくるわけでもない。ただ素敵な思い出やポジティブなものばかり振りまき、心の隙間を埋めてくる。知的生物はそこで積む。コロッとやられてラブに取って代わる。64番の棚にあるホルマリン漬けがそうだ。実体は緑で気味の悪いワーム状の生物だ。繁殖速度はその星がどれだけ愛に飢えているかによる。飢えていればいるほど繁殖は早い。あったあった、昔書いた論文だ。懐かしいな、我ながらよくできてる。何が書いてあるの？愛に勝つ条件は一つ、希望を忘れないことだ。パンドラの箱に残されたものがなぜ希望なのだと、なぜ愛ではなく希望が最後に残ったんだと、そこを愛は恨んでいる。選ばれなかったものの呪い、それがラブの正体だ。知り合いが正常かどうか確認してきます。私も。結局単独行動になるな。知り合いのいない私は一足先に駆除を始めさせてもらう。目を閉じて、私たちだけでも正気は保つ。うん、お互いに嫌な思い出があることを確認して。相手の存在は嫌な思い出があって初めて成り立つ。故に愛とは何なのか、誰もこいつにたどり着いた奴はいない。そもそも思い出のない相手は信じない方がマシだ。愛って何なんだろうな。お腹いっぱい食えることじゃねえすか。みんなそうだったら単純でいいよな。なんだかんだある。そうだな。私ガチャに何かしました？私の昼飯を少しくれと言いながら全部食べた。あ、すまん。目開けて。愛は嫌な思い出など出しては来ない。承知した。そうだ、あっちゃんどこ行った？マルコ、あなたにとって愛って何？あなたは見つけた？この星で愛を。マルコと銀河流。この世界に願いのない生き物なんているかい？犬だってワン。人間になりたい。人魚だってドン。イチャつきたい。石ころだってゴロン。食えたい。人間になりたい。マルコと銀河流。まちゃーん、まちゃーん。副業はグッピーの養殖がいいよってカレンちゃんが。え、マジ？てかグッピーって何？グッピーの養殖って大変なんだって。ほんでほんで。それでね、グッピーはあれでしょ、養殖。そうそう、養殖と天然があってね。しかもさ、あれ、あなたの名前カレンだよ。カレンちゃんだ、そうだそうだ。なんで忘れてたんだろう。それはルリちゃんがまだ間に合うっつう証拠。え？まっちゃん！やっぱり治安には気をつけねえと。自分みたいなのがこれんだから、どんな奴が来てもおかしくない。何これ。ルリちゃん、銀河にはいろんな生き物がいるんで。中でもこいつは人々の生活に溶け込み、その星を喰らう。どうしたの二人とも。殺しても殺しても、人が愛を求める限り、こうやって無限に数を増やしていく。私今、かっこいいこと言ってる。待ってよ、今まで一緒に過ごしてきたじゃん。そうだよ、まっちゃん。
ルリちゃん、それは作られた記憶だよ。こいつらはそうやって星に忍んでこの星を侵略する。まっちゃんダメだよ、どうしちゃったの、おかしいよ。まっちゃん目を閉じて、私と過ごした楽しい思い出があるでしょ。そうだよまっちゃん、殺しはダメだよ。まっちゃん思い出して。うん、君とは美味しいでしょ。なにこれすごくうまい。おごってもらって悪いっすな。違うかも、これがしらす大地のお水だよ。どこもかしこも透き通ってんな。いやー、日付がめくれちゃう。びっしょびしょにしちゃうぞ。早く夏休みが来ますように。浴衣似合ってるよまっちゃん。ねえ写真撮ろうよ、写真写真。動きにくいんすよなこの服。はいチーズ。本当だ、危なかった、殺すとこだった。そうよ、海でも遊んだしお祭りだって楽しかったわ。おみくじでも大吉が8連続で出たじゃない。いや申し訳ねえ、変なこと言って。さいなら。まっちゃん、危ねえ、勝手に人の記憶に入ってくる。こいつは油断ならねえっすな。ふえルリちゃん、ルリちゃん、うわぁ、何この金曜日のゲロみたいなやつ。もう正気に戻ったか。何これ、何これ、ねえまっちゃん何これ。てかどうしてみんないないの、みんな食べられちゃったの。落ち着いてください。今からこれ魚なの、鳥なの、いうことを。海のものなの、山のものなの。よく聞くんすよ。もしかしてスムージーなの。すげえイライラしてきた。私どうしたらいいの、なんか適当よ。じゃあはい、え、ドライヤー。パンダの姉さんにもらってきた。もし何かが話しかけてきたら、必ずそいつは思い出話をしてくるんで、それがいい思い出だったらやっちゃって。ドライヤーみたい。殺人銃だよ。ドライヤーだよね、まっちゃん、これドライヤーだよね。殺人銃だって。ドライヤーだよね、ドライヤーだよね、ドライヤーって言って。これドライヤーでしょ、髪乾かすやつでしょ。え、だって私たち女子高生だよ。女子高生が人殺すなんて映画でしか見たことないよ。昨日のルミーネ面白かったよね。うわギュブ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 。その息だよルリちゃん。責任重大。てかまっちゃんは私に嫌な思い出あるの。あるよ。え、いちいちうるせえとこ。え、ほんと言ってね、そういう時すぐ言ってね。うん、私はね、まっちゃんがたまに返事しない時ショック。マジ結構聞いてるつもりだけどな。じゃあ今度会ったら言うね。うん、よろしく。こちらこそ末永くよろしゅう。こちらはマルコ、仲間を一人救出、引き続きあっちゃんを探す。どれもこれも偽物ばかり。いつまで待たせる気だ、ハクは。ウルギノス。出来の悪いお前が後継者などおかしな話。アスタロト様と血のつながりさえなければ、今ここで殺している。どいて、今は消さねばならぬものが。トカゲ石のありかを教えろ。進まない計画に苛立ち、お前を追って、アスタロト様がいらっしゃる。あの人はどこに落ちる気。お前のいるところだ。辺り一面火の海だろう。あの方の前では
あらゆる生物は死に絶える。しかし石を持てば、奴らの命だけは助けてくれると、お父上のことづてだ。あら、新しいお友達？あ、そんじゃな。ええ、またね。いろんな人に紹介してるの。あのおばはんも食ってもらえると嬉しいっぽいから。実際美味しい。そうっしょ。あとはこれ完成させれば。プラスチックの模型。うん、宝が見つかってさ。あなたの母親。うん。でさ、そこに子供がいて。難しくなった。複雑。そいつにやるんだ。お、いいと思う。そうっすよな。はっちゃんもそう思うっすよな。はっちゃん、私その呼ばれ方くすぐったい。楽っしょ。あだ名。あだ名。二つ目のっつうか、新しい名前みたいなもんすかね。はあ！うわ！ふん、弱すぎる。しかしこんなにも暴れ回るのは久しぶりだな。餌としていい仕事をしたな。このままお前を倒してもいいのだが、お前はアスタロトの餌だ。それまで死ぬべきではない。マルコに感謝しろ。私はお前を信用していないのだからな。駆除は任せる。お前は何をする？私は石を追う。ラブに奪われたら危険。信じてほしくば行動で示せ。必ずだ。わかっている。うわー、捕まっちゃった。早いとこ助けを呼ばないと。携帯電話も、手が縛られて届かない。大丈夫かい、マルコ、ルリ。ダマス、助けに来てくれたんだ。もちろんさ、友達だろ。さあ、ほどけた、行こう。懐かしいね。ほら、林間学校で好きな人を教え合っただろ。ああ、あったあった。あれでしょ、まっちゃんが夜寝れないから話しようって言ってきてさ。僕は川崎くんとか桐山くんが好きだったな。金子先生も好きだったよ。誰？手伝おうか。こんにちは、アンケートいいですか？絶対人間、絶対いい人、いい人、いい人。ごめんなさい。あら、お散歩。ミュータントじゃなくてさ、本物の人間撃っちゃったらどうしよう。例えばほら、おじさんと一緒に、いいことしないかい？早くない？こういうのは早い方がいい。すいません、駅はどちらですか？うわー、ごめんなさい。肘上げて、指トリガーに入れて、銃の中心を感じて、はい、撃つ。うまいじゃん。そろそろ慣れてきたかも。ほら、急いで。私、ルリ、お蕎麦屋さんでアルバイトをしています。この子といると変なことばかり。この子といるとどこまでも行けそう。どこへ連れてってくれるんだろう。私は未来に向かって今走って走って、風を感じずにはいられません。なんか大変なことになってる。気づいていないのは
この町の人たちだけっすよ。ミュータントがいてもわからない。よく聞くんすよ、ルリちゃん。一度しか言わないから、石が狙われてる。本物の金髪姉妹を探してほしい。こいつらの狙いも、あの石、奪われれば何が起こるかわからない。確か石は、会長先輩の家に。うん。あの二人の鍵がないと地下金庫が開かない。早く見つけないと。マルコと銀河流。ん？やっほー、お探しかい？いたー、大蔵省。持ってるよ、金庫の鍵の片方。さすがラッカ先輩、先に安心できる方が見つかった。でも待った。ん？どうしたの？確認しなきゃいけないことがある。え？何が？やだな、変だよ、まっちゃん。さすがにこうもトントン拍子に物が進むとさ、疑いたくもなるんすよね。ルリちゃん、下がって。君たち。あの、実は、私たち。どこの学校の生徒だい？こんな時間まで外にいたら危険だよ。手っ取り早くていいね。よいしょっと。よっ。静かに静かに、我慢我慢。と、さて改めて私のこと、お探しかな？クリエイティブな人だったんすな。私も来年ああなってるのかな。専攻する科目によっては血を見て喜んでるわけじゃなくて、血の通った人間に会えたからの喜びで。よしよし、驚かしてごめんね。1年生には早すぎたかな。かっけえすな、過激でも笑顔なのがいい。笑顔は病気か武器か分かんなくなっちゃうよね。おい、騒ぎすぎだ、怪しまれんぞ。あ、不良のサッちゃん。ラッカはすぐに見つかったからいいが。姉さんがまだなんだよね。どこ行ったんだろう。つかヤンキーも確認しないと。まっちゃん、桜子先輩は本物だよ。何件だと思ってんだよ。ほら、嫌な記憶が蘇る。つうか、一個いいすか。実はめっちゃ手慣れてんすか？お？なあ、これか。ごめんごめん。10年間、地元を守るために、習うことはたくさんあったよ。今回のは、騙して増えるタイプだね。騙されてるのは、うちの姉さんとルリちゃんくらい？生徒会の中だとそうみたいだな。ピュアな人ほど騙されやすいってのは残念だな。黒崎パイセンは？ん？ああ、それなら今も駆除してる。13、14、15、16、17秒、爆砕。これで86体目。吹き上げる熱からの降り注ぐ火の粉はいつも煩わしい。やれやれ、愛が増えるのならばその分希望を灯しましょう。どうしたの、ロッカ。金庫の暗証番号変えようと思って。え、先週変えたのに。トカゲ石も預かってるわけだし、開けるためには鍵が2ついるでしょ。そうね、確かに。わかったわ、念には念をね。
10年前、各地で子供が盗まれた、けんけんごうごうだった。怒りにあふれていた星だった。でもゆっくりと着実に愛は数を増やしていった。愛が増えると怒りが減った。北緯0度40分 26.69 秒、東経23度28分 22.69 秒、初めて静かな海に着陸した人類が今では怒りを失い、考えるのをやめ愛に委ねた。今ではもう誰も疑問に思わない。もちろん人間もいる。でもそのほとんどは愛の中にいる。だから誰も抗わない。幸せだからこの星はそれで。でも私たちは違うと思ってる。幸せだけを享受した生物にはなり果てたりしない。町の人に危害を加えずに静かに抵抗して、武器の手入れや殺人ばかり上手くなって、地元でずっと愛に抗う戦いを繰り返している。でもいっつも愛が勝っちゃうんだ。私たちは希望で、敵は愛。パンドラの箱に最後に残ったのは希望でさ、愛じゃないんだよ。でも愛はそれを憎んでる。笑っちゃう話だけど本当だよ。もし何でも願いの叶う石があったとしたら、それが竜になり損ねたトカゲの形をしていたらさ、まっちゃんは何を願う？うん、世界の破滅じゃなくてさ、満腹かな。いいね、ブレない君が私は素敵だと思う。いやー、人殺し！みんな、女子高生が人殺しを！違いますよ、私たちはただ。まだミュータントが人に見えてんのか。大丈夫だよ、時間が経てばすぐに戻る。いつもこの繰り返しだよ。増えた愛を刈り取ってさ、一匹でも残ったらまた増えちゃうんだ。294295296297、爆砕。愛は私たちを殺さない。でも愛は私たちの知っている姿になり変わる。時にそれは友達の顔をしていたり、家族の顔をしていたりする。それが厄介。間違って殺しでもしたら、地球から人間が一人減ってしまう。そうして数を増やしていく。だから間違えないように訓練がいる。この星を愛が包むが先かね。希望は虚しいだけかね。どう思うかね。里帰りしたまっちゃん。着いたよ、ここがうち。いやー、未熟な姉がごめんね。さ、あとは私たちの鍵を2つ合わせれば。この先にトカゲ石が。姉さん。ん？どうしたの？どちら様？単刀直入に要件だけ。目を閉じて。え？ロッコが二人？二人に見えるなら相当ピュアだね。この人はほんと。どう見ても頭がカレンダーでしょ。どうしたの？急にうちに来るなんて。パーティーか何か？実はトカゲ石のことなんすけど。みんな心配性ね。ちゃんと預かってるから心配しないで。銀河に持って帰ろうかと思って。姉さん、ダメだよ。ミュータントの言うことなんて聞いたら。私たちさ、一緒に海行ったり、クルーズしたり、海で獲れたてのお魚をシェフに焼かせて、甲殻類のお味噌すすったり。いちいち思い出が鼻につくな。そうね。楽しかったわ。ラッカもまだ小さい頃、滑り台で一緒に遊んで。それに引き換え、あなたは何？妹でしょ。いや、ミュータントよ。あなたは偽物。私たちには姉妹の絆があるの。カッチーン。あ、笑顔で怒ってる。
仮にさ、そっちの落下と石を取って何を願うつもりなのさ。返答次第では。こっちにおいでよ、姉さん。ほら、やっぱりあの人たちミュータントだよ。私はそんなことしないよ。そんな物騒なもの捨てなさい。私たちに石が必要な理由は、お母さんは生き返らせることはできないよ。もしその石で何かを願うことができたとしても、私たちの母親は帰ってこない。そんなことない、できるわ。さ、鍵を渡して、姉さん。カレンダーは黙ってて。わかったわ、落下。どっちの落下に行ってんの？鍵を開けましょう。やめなよ、みっともない。ユニコーン！さあ、次のミュータントはどこのドイツだい？味もしない水物だから、お腹もタプタプしてきたさ。あっちゃん、心配したぜ。やあマルコ、街を歩くたびにマルコの偽物が話しかけてきて大変だったよ。待って、ちゃんと確認して。本当にあれはまっちゃんの知ってるあっちゃんなの？あっちゃん、目を閉じて。ん？ああ。姉さん、目を覚まして。あれ、変な頭痛が。どっちがどっちか分からなくなってきたわ。私だよ、姉さん。ほら、お母さんを生き返らそう。あの石さえあればそれが叶うよ。だから無理だってば。やめた方がいい。どうして？死んだままにする方が冷たいじゃない。誰かを生き返らせたいというのはね、銀河を混沌で包みたいということと同じなのさ。もっと言えば、銀河が滅んでもいいということなんだ。誰かを思う気持ちは、度が過ぎた時に初めて誰かを滅ぼしたいという気持ちと質量が同じになる。姉さん、もしできたらさ、姉さんが生き返らせたいっていうその気持ちに、私は涙を流して賛同したいところだよ。でもさ、知ってるでしょ？私は泣くことができないんだ。悲しむこともできない。楽しいなーって思うことはできるんだけどね。喜怒哀楽、ちゃんと四色持ってる人が羨ましいよ。私にはどうやっても世界が一色にしか見えない。だから線の上げ下げとか、ゼロか一かとか、白か黒かとかしかわかんなくて、習慣がね、わからないんだ。だから、姉さんのこと羨ましいよ。だから姉さん、目を閉じて。ダメだよ、開けて、姉さん。
閉じて姉さん。開けて姉さん。閉じて姉さん。開け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 て姉さん。こら、やめなさい。目の体操させないで。一瞬でいいんだよ。一瞬の瞬きで。君には何が見える？閉じて、姉さん。姉さん、足むくみすぎ。ちょっとくらい片付けなよ。だから言ったのに。それ騙されすぎだよ。絶対無駄。あ、それ意味ないよ。いや、私言ったよ。ねえ、行かない。ねえ、豚足って知ってる？姉さん、豚足って知ってる？姉さん、豚足って。君とは同じで、私あなたのこと滑り台から突き落としたでしょ。いいんだよ姉さん、許すよ。だって私たち姉妹だもの。逆だよ、私が突き落としたんだよ。そうだわ、あの日母の誕生日に何を買うか喧嘩になって、超高いものがいいって言ったら私あなたに突き落とされて。謝らないよ。私は後日ターザンロープで姉さんに蹴り入れられたから。さ、本当の私は、どっちでしょう？でりゃー！あの時の恨み！ひどい！何するの！あ、こっちじゃない。あんた本当！コップみじんにする！よかったね、思い出して。うわ、何このカレンダー、うん、まあいいや、石なんてなくてもさ、愛は増えるよ。たとえ一人になってもまた増えればいいだけだもの。マルコ、あっちゃん、ここは僕に任せてくれ。一人残らず食べてあげるよ。歯ももう大丈夫さ。わかった。さーて、愛を捕まえに行くかね。あら、非常食。ボス、最後の一匹だ。ん？君は。思い出したぞ、貴様。ここで会ったが100年目。おかげ石をいただく。あれは？おいでなすった。ようやく見つけたぞ。食事の邪魔をするなんてマナーがなってないね。アスタロト様に忠誠を誓え。そうすれば命だけは助けてやる。やれやれ、君たちはそれしか言わないな。逆らえば血の花火を見ることになるぞ。やってみるといい。竜が怒ると怖いよ。言ったな、者ども、かかれ。こら、こら、
あら、こんにちは。どうも。みんなどこ行ったのかしらね。今日もパートっすか？ええ、人手が足りなくてね。それでも仕事は続けないとだし、みんなあなたたちみたいに元気に食べてくれればいいんだけどね。そしたら将来、今よりももっと元気で大きな町になるかもしれないわ。あの、これ息子がいるって言うから。プラモデル？ありがとう。きっと喜ぶと思うわ。その、聞いてなかったと思って。あなたの名前。私？オンダです。オンダミツコ。自分、その、あなたのことを探しに遠い星から。マルコ、ほら、いつまで寝てるの？おかんみたいに上手になる。なれるかしら。やったー、おかん。ほら、一番だった。さすが、私の娘ね。おいしいご飯できたわよ。ほら、マルコの好きなチンジャオロース。はーい、おかー、転んだ。ピアノはもうお母さんより上手だから、体力つけないとね。うん。料理はお母さんの方が上手だしね。じゃあ、そしたらマルコ最強になっちゃうじゃない。うん、マルコ最強になる。そう。マルコ、勉強は楽しい？袋は別にする？マルコ、
あなたにとって愛って何？あなたは見つけた？この星で愛を。マルコ、泣かないで。もし偽物だったとしてもさ、僕が本物に変えてあげるよ。僕が本物に。君は迷惑だと思うかな。それとも君はいつものように犬のように尖った歯を見せて冗談でしょって笑うかな。パーって光って笑うかな。後悔、これは愉快だね。君たちにはよっぽど隣の銀河が青く見えたかい。ああ、ちゃんと金払ったか？もち。やっぱうめんすよ、このコロッケ。で、どんな顔してた？最後の一匹は。うん、あいっつーのはずるいよな。いざって時に母親の顔をする。とっくにさ、どこにもさ、いなかったんすよ。なのにさ、探しちまった。もしかしたらって思って。情けねえなあ。なあ、愛はなかったんかな。親からの愛、子供からの愛、好いた人への愛、友達からの愛。愛を得た先には何があるのか。銀河の広がり、その先を誰もが知らないように。愛を得た先を誰も知らない。愛を得た先には何があるのか。愛なんて形のないものだってどんな生物も言うけどさ、私はまだそうは思えないんすよ。そこには揺るぎない形があるはずで、この空の星のように色や明るさは違っても存在するんなら形はあるはずなんすよ。もしそれを見つけられなくてさ、手に入れることができないって言うんならさ、資格がないってか、宝を得る資格が、そいつを得る資格が私にはないってか。うるせえな。ちょっと待ってろ。ほら、これ渡す相手が違うだろ。信じろ、どこかに宝はあるって。信じたらこの星ごと滅んじまわねえかな。それでもだよ、お前が探してんのは愛なのかよ。はい、次マルコの番だよ。僕がキャッチャーをするから。敵チームだね。よし、打ったるぞ。なあ、あっちゃん、バッターボックスで言うことじゃないかもしれないけどさ、宝の地図も揃ったしさ。え、タイム。あっちゃん、銀河に帰ろっか。え、どうしたんだい急に。宝物は見れたし、あとは満足かなって思うんすよね。自分の目で見なくていいのかい。それは大切な地図だろ。
ずるいしろ。じゃあ自分一塁に向かいます。そうか、もう見てきたんだね。えご、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 いいのかいマルコ、怖いのかい。話をするのが、その宝について知るのが。見たっしょ写真。正直に言えんかった。何回も食ったのに、何が真実かもわからんのに、正直ってなんだって話だけど、母親を知らない方がさ、どこからが母親かわからないしさ、だからいろんな人を親と思えるんじゃないかって。それってお得じゃね。大丈夫だよマルコ、頑張ろう。もしさ、もう一回会った時、なんつったらいいかな。お母さんっていいんじゃないかな。お母さんでいいんじゃねえの。お母さんっていいと思うよ。ブヒ、覚えてなかったら、もし私のこと知らなかったらさ、私も覚えてなかったわけだし、それで向こうも覚えてなかったらさ、それって他人じゃないすか。もし他人だったら、私はどこから生まれたんすかね。心配いらない。その時は僕がなってあげるよ、君の母親に。あっちゃんはね、非常食ブヒ。そいつは面白い冗談すな。お前が探してんのは愛なのかよ。愛を探しに来たのかよ。違うな。私が探してんのは、この世でたった一つの、銀河で唯一の。どこぞのミュータントが支配しかけていたようだが、間に合ったようだな。さて、石はどうした。ここに渡せ。はっちゃん、へえ、裏切りか。勘違いしないでほしい。私は私のやり方で動くと言った。ハクはよくやった。心なきことをお前は自身の行動で示した。私の後継者としてふさわしい。マルコ、おめでとう。宝を見つけられて。でもね、あなたが見つけた宝の地図、私はそれを見て虫図が走った。ひどくおかんがした。あなたに愛してると言えないあの口は無意味。あなたの声を聞けないあの耳も無意味。あなたが映らないなら、あの瞳もまた無意味。この銀河に、意味などない。二度と言うな。親に死んでほしいと思ってる。そんなこと平気で言うようなあんたには分かんないっすよ。やっぱりあなたは信じているんだね。プラスチックの模型でしか愛を表現できない。なぜ直接言わないの。母親自身にプレゼントしないの。なぜその子供にあげるの。そんなの決まってんでしょうが。大切な人が、愛してる人だからでしょうが。くだらない。ラブを殺めた人が何を言うかと思えば、親が子供を愛すとあなたは信じている。所詮自己満足だよ。愛を宝と形容しないで。愛などまやかし、親子などまやかし、そこには何もないのだから。思い出してもらえなくてもいい。振り向いてもらえなくてもいい。私が探したかったのは、あの人がこの銀河で唯一だからなんだ。くだらん小娘よ。生けるものには子孫繁栄という前提がある。すべてのメスはより良い DNA を持つオスと結ばれる戦略を立てていく。そこに感情は必要ない。この銀河は無駄が多すぎる。我々が作り変えるのだ。大
ねえんだって、そんなこと。ほう、ネズミがいるな。逃げろ、マルコ。小賢しい。ダメ、さくら。てめえ。父上、石を渡せば殺さないと。どうした？お前はもう心なき者のはず。はい。そうか、殴りたいのか。惑星ガルの生き残りもお前はすぐに殺さず殴りたがったな。しかしどういうわけか逃がした。二度としくじらぬよう手本を見せてやる。父上。安心しろ、殺しはしない。この腕が我々の計画を妨げたのだ。覚えておけ、貴様は悪党だ。この腕でいくつ盗んだ、いくつの悪事を重ねた。そんなものが愛されるはずなどない。魂が悪党である限り、この体についているものは悪党の頭、悪党の足、悪党の腹、そして悪党の腕だ。マルコ。腹を空かせた竜にでも食ってもらうといい。行くぞ、アクア。石は手に入れた。手始めに、この星を滅ぼすとしよう。ブイ、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 ブイ。非常食さ。オッケー。これ、赤くね。ブイ。人間なんだな。ほっとした。けどやっぱ痛えわ。初めて誰かをいじめた。こんな気持ちになるなんて。マルコ、あなたは私の。お前を惑わす者は友ではない、異教徒だ。悲しむ必要はない。この銀河は新しく生まれ変わる。あの子の腕は悪党かもしれないけれど、あれは所詮盗っ人の腕だろう。悪に染まった腕だ。母親に聞かせてあげるための腕だった。ハクは、お前は憎まれるだろう。あの小娘に憎まれるだろう。お前に手を貸した者たちに憎まれるだろう。しかし、その憎しみはお前の力となる。憎まれ、追い詰められ、心を漆黒に染め上げた時、初めてお前は頂に立つ。銀河はすべて黒金に。ハクは、お前は私の娘だ。それを忘れるな。あの星は用済みだ。砕け。承知しました。